半角鉄道13国鉄2850系蒸気機関車は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。1897年伊賀鉄道開業に際してアメリカから産業が輸入された機関車で、同年ピッツバーグロコモティブカーワークス製である。 同輪直径は 1321mm、車軸配置2から6から0で2気筒端式の飽和式タンク機関車で、便装置はスチーブンソン式である。2から6から0という車軸配置は、テンダー機関車では多いが、日本のタンク機関車では他に、鉄道員2800系、鉄道員2820系の3形式のみである。これは、重輪を有しないため、背部タンクや、 水槽の容量を大きくできず、バランスが良くなかったことが主な理由である。本形式は外観に大きな特徴があり、運転室、側水槽、タンクや窓の周辺に貼られた装飾帯金や運転室の下部、窓の上部等の曲線など、見るものに強い印象を与えるが、ピッツバーグ社成長期機関車の標準的なデザインラインからは大きく外れており、 ブルックス社製のものに類似している。また、晩年まで空気制動機は取り付けられず、ほぼ原型を保っていた。3両が伊賀鉄道によって発注され、1から3となるはずであったが、同鉄道は開業せずに終わったため、注文流れとなったうち、1899年に1、3が半角鉄道に引き取られ、A5 型となった。その後同社は国有化され、 1909年に2850型となり、西部鉄道管理局に所属した。残った2も1900年に、微細鉄道に引き取られ、オツ型となった。1911年10月21日に、他の2から4から2系タンク機関車3両とともに、鉄道員の2から4から0系タンク機関車4両と交換することとなり、 同社も2850型に編入されて2852となり、西部鉄道管理局に所属した。1923年4月に2851が、同年7月には残る2850.2852も廃車となったが、2850が、脱鉄道11、2851が波炭鉄道、8、2852が、 北九州鉄道4となった。立ち鉄道11は1938年11月に売却され、基礎炭荒金豊富不業所12となり、1955年に廃車解体された。破綻鉄道8は1943年6月に国有化され、廃車が予定されたが、西武鉄道に引き取られ、戦時中は国分寺本川越間、終戦後は、 北所沢の専用線で使用され、7と改版された。その後1959年頃から旧車となっていたが、1962年3月に上部鉄道に貸し渡され、同年6月から使用されたが、1965年11月1日付で廃車となり、西武鉄道に返却された。北九州鉄道4は1937年に国有化されたが、 引き継がれずに廃車解体された。上部鉄道7西部鉄道に戻った上部鉄道7は1969年3月に保存が発表され、現在も品川区の東品川公園に保存展示されている。台湾総督府鉄道の100型は1908年アメリカンロコモティブのピッツバーグ工場で一両が製造されたもので100と不満された。 鉄道員の2850型とは、道輪直径が 1168mm と小さくなっている以外は、ほぼ同型である。製造番号1709から1711から11年も経て、ほぼ同型の機関車が製造された経緯は不明である。この時期に陶器が購入された経緯には、いろいろと込み入った事情があったようである。この機関車はワークス写真に残された。 連結機の種類から本来台湾向けに製造された機関車ではないと推定されており台湾総督府鉄道の増備計画にもない全く予定外の導入であった当機の取扱い商社は三井物産であったことがわかっているがどこかの鉄道の注文流れ品か三井物産が見込み発注した機関車を台湾総督府鉄道に押し込んだものと思われる当機の当初の配置は キールンであったが、1931年には、高尾に移り、1935年には、台北にあって、入れ替えに使用されていた。その後、1937年には、C41 型と解消されたが、1938年に、廃車されて、ボイラーの更新と1メートル期間への改め機構時を、実施の上、中国に渡り、山西省の同カバの鉄路で使用された。 そこでの番号も100であった。同鉄道では戦後まで使用され、1951年に MG52 型となり、1975年に廃車されたという、本文記述の通り未成となった。現在の伊賀鉄道は無関係だが、同名の鉄道事業者としては三代目となる。ありがとうございます。